やっぱ敵は見やすい方がね、いいですね。でさあ、開幕奥端走りでセンター突っ切りまして、1枚削ってからのコスターン入れて、さらに奥端走り奥端走りからのスライディングオッケー。モダンオフェアで許せないことは、日本語版のフォントがめちゃくちゃダサい。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今回ですね、モダンウォーフェアアルファ版の個人的におすすめな設定方法と、絶対にやった方がいい、移動方法ね、テクニックについてちょっと紹介しようと思います。で、僕はちょっと海外版なんですけど、デフォルトのボタン配置で、これ反転させてますね。この画面で四角ボタンを押して反転させてます。で、感度は僕は今55が今のところちょうどいいかなって感じですね。BO4 の感度は66なんですけど、こっちの感度は55で。で、ADS 感度は今回ね、設定できないので、ちょっと BO4 から始めた人とか、BO4 で ADS 感度をいじってた人からするとちょっと大変かもしれませんね、この辺は。で、次が重要なんですよね。まあ、この辺の設定をスーッといって、ここっすね。エイムアシスト。で、僕はこの、エクスペリメント合ってるかな、読み方にしてます。で、なんでこの普通のじゃないで、スタンダードじゃないかっていうと、敵が重なった時に、なんかこう、両方にこう、エイムアシストが引っかかっちゃって、まあ、すごく狙いづらいみたいなんですよね。でもこっちのエクスペリメントにすると、まあ、前の方、前方にいる敵の方に一人にこう、フォーカスして、こう、エイムアシストがかかるんで、まあ、こう、エイムアシストが乱れることが、ないみたいですっていうのを海外プロが言ってたので、ちょっと僕もこっちにしてみて、まあいい感じなので、このね、エイムアシストに収まってます。またね、ベータとか、あと製品版になってくるともしかしたら、なんかいろいろね、変わってくるかもしれないので、まあその時はまた変えるかもね、知れません。で、次、ジェネラルなんですけど、このフィルムグレインってやつが、ストレンスオブザビジュアルノイズ、そのノイズ、このまあね、この比較の画像がもう出てるんですけどなんか右にすると単純になんかノイズが増えてるんですよね。まあこれはもうなくていいだろうってことで僕はもう切ってます。でね、だけどね、このバグだと思うんですけど、アルファ版ではこのね、フィルムグレインを0にしてもなんかまた設定開くとね、25に戻ってたりするんで、ちょっと設定が反映されないバグがあるかもしれません。で、もちろんこれと同じように、モーションブラもね、全部オフにしてます。まあ、おなじみのこの、どのゲームにおいても、このフィルムグレインとか、あと、このね、モーションブラ系は、やっぱり全部オフですね。まあ、リアル系がいい人はね、つけてもいいかもしれないんですけど、まあ、普通にね、プレイする面においては全然いらないものなので、僕は全部切ります。まあ、オーディオ関連はそんなに今はいじってません。というわけで、まあ、こんな感じですね。設定等は。はい、というわけで、ちょっと追加された、ドックスっていうマップをやっていきましょう。かなり狭いですよ、ここ、本当に。一番狭いんじゃないかな。もうすぐね、敵がおるんで、いましたね、今。さあ、どうしようか。左にいる敵をやれー、やりたい、あれだけやりたい、あれだけやりたい、決め打ち、おお決まっていく。もうぴったりでしたね。まあ、あれだけね、こう、打ち合ったら絶対来るだろうと思ったんで。もっと早く打った方がいいな。ちょっと今回あのね、ミクソと一緒にね、一気に行ってみましょうか。壁抜きは無理。でもまあ、だいぶダメージ与えたんでいいんじゃない？おお、なんか爆発したぞ。なぜか敵がスタンで死んだ。で、センター下にいるやつを倒して OK。今の何が起きたんだろう。もしかして、敵、なんかスタンかなんかで自爆しちゃったのかな？あ、やったやったやった！今ので半分ぐらい削ったぞ。で、もう一人はだいたい、まあ、あの辺とかにいるんじゃないですか？おお！ちょっと、ガンガン動いてみようか。よし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 。いいね、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 いいね。あ、そうだ。忘れてた。おすすめのね、てか、やった方がいい移動方法。ダブルダッシュ、ダブル、左スティックを2回押して、ダブルダッシュってのができるんですけど、左スティック、まあ、走るときね、押し込みでこう走るじゃないですか。それをね、2回こう、クイックイってやると、武器をね、こう、右手に上げて、走るっていう、奥端走り、エイペックスの奥端走りをして、移動速度がね、上がるんですよね。
木炭走りでこうクイックイってやって、クイックイって、あれこれクイックイできないな。ショットガンもしかしてできないのかな。もしかして武器によってできないやつとかあるのかな。これダメージは与えました。ちょっとハンドガンにしてみようか。ハンドガン、ハンドガンだと奥端橋でいきますね。あ、今いましたね。で、あえて見えた方向からじゃない方から行くっていう。オッケー、完璧。よし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 。まあこんな風にね、まあこのルールにおいては本当レーダーが全く見えないんで、やっぱりこう移動速度上げて敵が気づかないうちにもうここにいるのかよってこうね、そういうスピーディーな戦い方をすると良い。さあ、奥端走り、クイックイッとね、ボタンを2回押しして1枚やって、あと左じゃないかな、スタン入れてみよっか。あー、ちょっとなんか変なとこ行っちゃった。これ下だな、足音的に。よーしよ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 し、オッケー。とりあえず10キルは行きましたね。はい、というわけで2試合目やっていきたいと思います。さあ、やっぱ一番このマップが個人的にね、好きですね。広くて、まあ、広めで明るいっていう。やっぱ敵は見やすい方がね、いいですね。で、さあ、開幕奥端走りでセンター突っ切りまして、1枚削ってからのコスターン入れて、さらに奥端走り、奥端走りからのスライディング、オッケー。いいぞ。奥端走り、奥端走り言ってるけど、エイペックス知らない人のために言うと、そのね、エイペックスレジェンズのその奥端っていうキャラがね、走るときこう武器をこうかっこう上げてね、右手で上げてね、走るんですよね。さあ、あれね、ダメージ与えて、逆にやらず、オーケー、うー楽しい。で、今使ったんですけど、ほら、屈伸打ちね、今やってみたんだけど、屈伸打ち多分強いと思うんだよな、個人的に。多分いいと思う。さあ、これ SR かな？ちょっと開幕狙いたいね。ちょっとダッシュして。当てた、当てた、当てた。スタンはまだ使えないか。でも敵多分ね、あ、まあ、投げちゃった。あと体力16のやつ。僕が最初にダメージ与えたやつだ。あそこにいるっぽい。危ない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 。もうショットガンと SR だからね、ワンチャンやられる可能性あったね。一人早いぞ、一人早いぞ、あれ。危ない！これ体力いくつだろう？ナイス！はい、というわけで、ちょっとね、PS4 のファンの音がうるさいんで、ちょっと録画ソフトを変えてみました。まあ、これだと、ちょっとはね、喋ってない時とかはファンの音が小さくなってるんじゃないかなと思います。え？嘘、あれ届くの？今ので、まあ、全然か、12ダメージぐらい？いい、これで減らしていけばいいじゃん。やばい、ああくそ、出てくんのか。この武器が一番最強でしょ。今ので60ダメージぐらい入ってなかった。で、敵もダメージを負っているので、スタン当たりましたね。1枚やって、もう1枚、奥に6人いる。オッケー、気持ちいい。なるほど。お、いましたね、今。オーマイガーオーマイガーだよ、本当に。これはこれはね、バグちょっとね、下げた方がいいですよ。ダメージ下げた方がいいですよね、これは。このね、スナイパーライフルはかなりやっぱ覗き込みが遅いんでね、見つけてからクイックショットっていうのはもうほぼほぼ難しいので、まあ大体敵がこう今当たったんだね、ナイス。大体こう、もうここに敵が出てくるなってとこにもなんか常にこう覗くようにしないと、見つけてからではちょっとね、遅いですね、クイックショットは。わあ、おお、そこいるんじゃないか。あの裏いるんじゃないかなと思うんだけど。いないのかな？上から撃たれたね。よし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 。
もう基本的に覗いてた方がいいね。最初遠距離で少しでもダメージをお互いだいぶ削った。もう敵体力ないよ。でも1枚やった。もう1枚いるんじゃないか。あの村だ。よーし、モダンオフェアほんと COD でなんか初めてやったこうヘッドショットをしっかり狙った方がいいゲームになるかもしれないね。この上にいる。登れない。壁抜けは無理なのか。やばい、かなりダメージ負っちゃったね。くそ顔出してこないですね。さあ5対5の状態ですよ今。腰打ちで結構当てた。ナイス。あと体力19のやつ。多分ライフで勝てると思うから敵は出てくるしかないよ。オッケーはい、というわけで最後はまあ12キル一応できたということで、はい、というわけでお疲れ様でした。今回は、おすすめの設定方法と、まあ、ダブルダッシュについてだったんですけど、ダブルダッシュはまあ知ってる人も多かったかなと思うんですが、まあ参考になれば嬉しいです。というわけで今回の動画もチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。というわけでお疲れ様です。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out